さて、とりあえず江ノ島を堪能しましたんで、次の目的に行きたいと思います。どこへ行くんですか？とある聖地へ。聖地。聖地に。聖地巡礼に。行きましょう。さて行ってみようか。なかなか江ノ島内も楽しかったですね。ね、ほぼ歩いたよね江ノ島の中。うんうん、はいはいはい、すいませんすいません。ひろちゃん怒られてますよ。まだ駐車場だから許して。車に怒られてますよ。このなんか止まってる車たちは何なんだろうね。ナンパ待ち？あ、そういう？なんか 海沿いあるあるじゃないけど、ナンパ町。ナンパ町か。私も行ったことあるよ。あ、本当ですか？ナンパしにですか？付き添いで。付き添いで。あの、大洗いのサンビーチまで。すげーの、めっちゃびっくりした。いっぱいいるんですか？めっちゃいっぱいいた。片瀬海岸。よく聞く名前だね。夏になると、わちゃわちゃするところだ。でも今日オフシーズンでもカップルハイパー多かったっすね。なんかお年寄りか若いカップルかみたいな。お疲れ様でした。いかがでしたか？いや、めっちゃ楽しかったです。最後のあの鎌倉高校前はすごい大興奮でしたね。そうですね。あれはスラムダンクの聖地なんですか？そうなんですよ、スラムダンクの聖地なんですよ。なんか見てる人もいっぱいいましたね。写真みんな写真撮ってましたもん。映画？ええ、でやってるから余計若い人が多かったね。左方向。あ、そうですね。続いて左方向です。予定にはなかったですけど江ノ電乗っちゃったり。左方向です。そうね、江ノ電初めて乗ったけどちょっと嬉しかった。あの狭いところ、ええ、江ノ島からずっと行くとほら狭いところがあって、あ、家と家の間みたいな。そう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 、あそこ一回通ってみたかったんですよ。乗ってあとね、道路の上を走るっていう、ね、路面電車って一回も乗ったことなかったから。あー、ないっすもんね、うん、群馬電車自体珍しいから。そういうこと、そんなことはない。そんなことはないでござる。1時間に1本の電車とかだからね。ひろちゃん、ホワイト、あ、バレンタインデーなんで今日、はい、これをハニーちゃんと一緒に、え、食べてください。あ、何、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。江ノ電のカンカン。江ノ電のカンカンの右方向です。これは何だろう、クッキーかな。焼き菓子って書いてある。クッキーだね。見て、上もちゃんとほらプリントしてある。かわいいね。あの江の島を美の巨人たちを見て特集やってて、うん、なんか行ってみてえなーってふと思い、うん、ふと時間が空き、ふと誘い。そして車も新調したもんだから乗り気になっちゃい、まあ行くよねっていう。行ってみたいな。一応帰り途中で最後海老名のサービスエリアに寄ろうかなって。夕飯まで行っちゃいますか？そうですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、海老名寄ってきましたね。はい。夕飯食べてお買い物して、ポケモンカードの自販機があったことにはちょっとびっくりした。本当に自販機ですよね、あれね。ね、自販機だったね。うん、ヒロちゃんがポケモンカードを始めるという噂の。ということで、はい。
まあ、今日一日ありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございました。非常に楽しかったです。またなんかどっか行きましょうね。そうですね、また今度、今回南の方に行ったら逆の方に行く。暖かくなったら、暖かくなったらね北の方に、うん、北の方に、うん、そうですね。じゃあまたよろしくお願いします。ということで今回終了したいと思います。はい、ということでチャンネル登録とか高評価とかもろもろよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でご会いいたしましょう。以上です。またね。ご視聴ありがとうございました。ナチュラルライチです。ご意見ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。